はいどうも、関西クラクラクラブのコミーです。さて本日もですね、クラン対戦リーグから動画をお送りするんですが、本日のテーマはネクロマンサーです。まあ、前回の、ね、動画でネクボのコウモリっていうのをやったんですけども、ネクロマンサーっていうユニット、まあ、骨を生成、まあ、スケルトンをね、生成する、まあ、よく知られたユニットではあるんですけども、まあ、どんな風に使っていったらね、力を発揮するのかっていうところを、まあ、今日はね、中心に見ていきたいという風に思いますので、動画3本立てになります。まずは、うまい使い方と、ちょっとねこれは避けた方がいいよっていう使い方、この3つを、見ていきたいと思いますので、最後までお付き合いいただけると幸いです。では、早速ね行ってみましょう。今回はね3番目のこの対戦から、2本動画を見ていきたいんですが、まあ、前の動画でも言ったけど、本当苦戦してますね。もうなんとかかろうじて、マスター1をキープしてるっていうような感じになってしまっていて、まあ、悔しいんですけども、さてその話はさておき、ナベさんのねタウンホール11で、行ったこのアタック、参考にしてもらえたらと思います。ですね、ネクボっていう戦術、まあ、当然ながらネクロマンサーとボーラーで、構成されてるんですよね。まあ、それは皆さん言うまでもないと思うんですけども、でこの、ね、ユニットたちが輝くのとはどういう時かっていうと、壁がない時ですね。壁がないと本当に強いです。束になって壁がないところを歩かしたら、こいつら以上に強い集団はないだろうなっていう本当気がしていてね。で今回のアタックっていうのは、食い火でこの区画を壊す、で、ライドラでこう壊す、ただこっからですね一気にこうネクボを突入させていく、まあ、そんなようなプランニングになってますね。でその入っていたネクボたちっていうのがこう、まあ、3方向に行きつつですね、微妙にこう分かれるんですね。でこう分かれながら、突入していく、これがね別に多分意識してやっているわけではないんですけども、自然にそうなるように動いていってしまいます。で動いていってしまうことが逆にねいい効果を生んでいるっていうところをね、まあ、よくにこう見てもらえたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、言ってるところからですね、どん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 ネクロたちが、ウォールバスターに続いて前進してますね。これ非常にうまいです。ペッカとウォールバスターがネクロの前に立ってますけども、これがないとスケルトンを生成する前に全部ねネクロ本体がやられちゃうんですね。必ずスケルトン、ネクロマンサーを使う場合には盾役がいることが必要です。でウォールバスターからもペッカとアイゴルが出てきて、これが、ネクロのスケルトンを守ってますね。スケルトンってネクロ本体を守る盾であると同時に、まあ、当然攻撃力を持った武器でもあるんですけども、とにかく弱いんですね。一発でやられちゃうんで、逆に、ペッカの前にスケルトンが出ていけばペッカを守ってくれるんですけども、それもなくペッカも いなくなってしまったら全部ネクロ本体がやられちゃいます。なので大事なことは、ペッカとかね、まあ、ゴーレムとか盾になるユニットがスケルトンを守りつつ、ある程度守って増えてきたらね、スケルトンが増えたスケルトンが今度はペッカや、ゴーレムとかを守る、この繰り返しをしっかり作るっていうことですね。スケルトンが守られる時間、今度はスケルトンが守る時間、これを作れるように常にネクロとスケルトンの前には盾になれる体力の高いユニットを置いておくこと、これ非常に重要です。でその相乗効果によってこんな風にね綺麗に、最後まで全開取っていけるっていうのがこのネクボの強いところですね。時間切れっていうことがねあんまりないんですね、このネクボって。それもすごくねいいです。序盤のカットとかの時間がすごく短くて済むので、サイドカットにね1分とか使わずに済みますからね。で、これですね、もう1個、前回の動画で見てもらった、ミッチーさんの、ネクボコウモリですね、もう一回これ見てもらいたいと思います。ちょっとまあ別の今度アタックにしてるんですけども、最初に、ジャイでタゲを取りアイスゴーレムを出し、後ろからネクロですね。ジャイとアイスゴーレムがスケルトンがこう大量に出来上がるまでの盾の役割にもなってますね。でこのミッチーさんのアタック、前も言いましたがポイズンがありません。ネクロを結構大量に持ってくので、ネクロの、ね、攻撃で持って援軍処理をできてやってしまおうと、まあ、いうような魂胆ですね。で今最初に出したネクロは全部外周に流れてますね。で流れていって、それがある程度進んだところでさらにネクロとボーラを、追加、12時から追加して一気にねこの直線上にこう進めてますね。これも非常にお見事です。今回突入した部分っていうのが
こういう風にとんがってるところなんですね。とんがってるところはだいたいユニットがこう流れてきますんで、もう流してから、あえて流してから一気にまっすぐ出せるような状態を作って、ユニットを追加する、この考え方は非常に重要ですね。でしっかりと、ね、中心部にネクロたちが入って、ボーラたちが入って、インフェルノタワーやウィズ島の滝を取ったところでコウモリを開始しますね。大事なポイントもう一個は、今ここで完全にボーラとネクロが捕まってますよね。捕まっているので、これコウモリがなかったら全部やられちゃうんですけど、コウモリを出すことによってこのネクロとボーラたちを助けてますね。こういう仕事をさせてるっていうのがまた本当にうまい。このタイミングがすごい大事です。あの早々コウモリを出してしまっても、ウィズ島や、インフェルノタワー、マルチなんかあった場合には全部それでコウモリがやられちゃいますので、どこまで、最初に出した部隊、まあ、今回で言えばネクロたち、ネクボーとヒーローたちですね、こいつらが、破壊を進めてくれたところでコウモリを出すか、この、ね、腹決めっていうのはしっかりやってから臨むべきですね。まあ、当然思惑通りにいかないこともあるんですけども、ある程度そのタイミングを自分で把握しておかないと、コウモリを出すタイミングが早すぎたり遅かったりして、全部ね、ネクロたちがやられちゃうか、コウモリたちがやられちゃうか、どっちかになっちゃいますね。ここは本当に要注意、するべきポイントなので、事前のプランニングでしっかり考えた方がいいと思いますね。はい、では最後ですね、ちょっと、先ほどはネクボと言いながらね、あのコウモリの失敗例の話をしちゃいましたけども、こちらネクボがね失敗してしまうパターンっていうのはどんな時かっていうのをちょっとねイメージとしてこう見てもらえたらというふうに思います。ネクロマンサーって、まあ、さっきも言ったようにスケルトンをどんどん生成して本体を守っていく、まあ、そういうユニットではあるんですけども、それ守りきれなくなっちゃうような付け方しちゃダメなんですね。例えばこれです。ジャイアントを今縦に出してスケルトンを生成してますね。で後ろからネクロたちがどん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 施設を壊しながらスケルトンを追加で出してるんですが、ちょっと見てほしいんですね。これどんどんネクロ本体がやられちゃってます。これは残念ながら、失敗するパターンの結構典型的な、形です。何がね問題かっていうと、結局こうスケルトンが盾になっている間に目の前の防衛室を破壊して、で破壊してちょっと一瞬隙が生まれた瞬間に、ネクロは次のスケルトンをこう生成するっていう、まあ、そういうパターンでどん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 前進していくんですね。なので今みたいな形で防衛施設からのダメージが結構集中するところに出しても、スケルトンが全部やられてしまって、ネクロのスケルトン生成が追いつきません。当然ジャイアントを、ね、縦に出しているので最初のまあ数秒間は持つんですけども、そこから先、さらに、次に縦になってくれるペッカや、まあ、ゴーレム、まあ、同じようにジャイアイゴレがいないっていうことと、後ろから、どんどん、ね、施設を壊してくれるアーチャークイーンみたいな、矛を持った戦士もいない。こんな状況になってくると、あの孤軍になってしまって孤立無援状態になったネクロマンサーがどん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 本体ごとやられてしまって全滅するということに、ね、なってしまいます。なので、まあ、ネクロマンサーを使う場合っていうのは必ずね、後ろから何か攻撃力を持ったボーラーとか、あとはまあアーチャークイーンとかね、そういうユニットをつけていくような使い方をするか、ないしはゴーレムやペッカみたいなね重量級のユニットをしっかり常にネクロの前に置きながら、スケルトンとこう、コラボさせてどんどん前進させていく、そういう格好を作っていかないと、あっさりね本体がやられてしまいますんで、ここはよくね、気をつけて使ってもらえたらというふうに思います。はい、いかがでしたでしょうかね。本日はネクボを中心とした、まあ、ネクロマンサーアタックの、動画というところで、お届けをさせてもらいました。何かねこう皆さんがネクロを使っていく上で、あなるほどなという参考になるポイントがあったら本当に、幸いかなというふうに思います。では本日はこの辺りで失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね皆さんカンクラにも遊びに来てもらえたら嬉しいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。では失礼します。バイバイ。